セオドア・フォン・カルマン、セオドア・フォン・カルマン・カール・マーントードル、英語、テオドール・フォン・ K ・ R ・ M ・ N、1881年5月11日1963年5月6日、は、ハンガリーの航空工学者である。航空工学の基礎を築き、千学ぶ森など多くの更進を育てたその業績から、航空工学の父とも称される。本名である、ハンガリー語名は、カル・マントードル。 ジェット推進研究所初代のディレクターで、後に国際宇宙高校アカデミーの初代会長を務めた。ブダペスト生まれのユダヤ人で、1902年にブダペスト工科経済大学を卒業。父は、教師、教育学者のカールマーンモール。1906年、ゲッティンゲン大学で、ルートビヒプラントルの下に留学。4年間ゲッティンゲン大学で教えた後、1912年に、 アーヘン工科大学の新設の航空研究所の所長になり、1915年から1918年までオーストリア・ハンガリー軍のためにヘリコプターの研究で中断し、1918年にはハンガリー民主共和国のクンベ練ラ政権下で教育副大臣を務めるも、政権崩壊後はドイツに戻った。1928年頃、日本、神戸の航空機メーカー、 川西航空機に招聘され、川西試験風土を設計。1930年、カリフォルニア工科大学に移り、グッケンハイム航空研究所所長になった。1946年に、ロンドン王立協会のフェローに選出された。空気力学の研究に大きな業績を残し、また航空機開発の分野においても活躍した。カルマンウズレツに名前を残している。 ヘンリー・アーノルドと科学諮問委員会を立ち上げてこれは多くの科学委員会のモデルとなりアメリカ国家科学賞の最初の受賞者となった。また彼は中国の宇宙開発を主導した千0 0 0学ぶの師であった。国際宇宙高校アカデミーによってその名を記念したフォンカルマン賞が設けられ航空、宇宙工学の分野において大きな貢献をなした研究者や団体に贈られている。 カルマンの名を冠した賞としては他に、米国土木学会のセオドア・フォンカルマンメダルと、アメリカ応用数理学会のセオドア・フォンカルマン賞が設けられている。ありがとうございます。